ゴールドジムはアメリカ合衆国を中心に世界中で展開されているトレーニングジム。テキサス州ラウンドロックのゴールドジムナイル川沿いのカイロのゴールドジムゴールドジム渋谷東京店1965年にボディビルダーのジョーゴールドがアメリカ合衆国カリフォルニア州ベニスビーチに第1号店を開業した。 アーノルド・シュワルツネッガーが出演した1977年のドキュメント映画、鋼鉄の男、ポンピングアイアンのヒットでフィットネスブームが巻き起こった。2020年現在、カナダ、ロシア、インド、オーストラリア、日本、イギリス、オランダ、ドイツ、エジプトなど世界30カ国、700店舗以上、延べ300万人以上に利用されている。2020年5月、 新型コロナウイルスの流行による休業で財務状況が悪化し運営会社は連邦倒産法第11章の適用をテキサス州北部地区連邦地方裁判所に申請した。再建計画は同年8月1日にまでに提出する予定である。なお、日本でのゴールドジムの展開はフランチャイズ契約となっているため直ちに影響はないと公表している。 日本では有限会社スインクが、ベイゴールド S ジムフランチャイシング社とフランチャイズ契約を締結し、1995年7月に日本第一号店ゴールドジムイースト東京をオープン。1998年に GGF 社とマスターフランチャイズ契約を締結。閉鎖した店舗の継承や FC で全国に店舗拡大している。2007年、 社会人野球のクラブチームとして、シンクフィットネスゴールド S ジムベースボールクラブが発足した。元プロ野球選手の上田博明がヘッドコーチを務めている。ありがとうございます。